ジェットプログラムの参加者として配属された町、朝来市を紹介したいと思います。朝が来る町、朝来市。朝といえば、竹田城跡から見える朝の風景がおすすめです。朝には運が良ければ雲海を見ることができます。竹田城は15世紀に作られ、関ヶ原の戦いにおいて壊されてしまいました。朝来市には他にも多くの歴史的な遺跡がありますが、それらは後ほどご紹介します。朝来市は私の第一希望でした。その理由は非常にシンプルです。ここは自然にあふれ、毎日の生活を豊かにしてくれると思ったからです。その一部をお見せします。朝来市の魅力は自然に囲まれた環境にとどまりません。19世紀の近代化に生野銀座の通じて大きく貢献しました。昨年フランスから来た私、一方初めてフランス人が朝来市に来たのは100年以上前まで遡ります。明治元年、生野銀座の近代化を導入したのはフランス人技師のジャン・フランソワ・コアニエでした。そのためコアニエさんの胸像が生野銀座の入り口にあります。19世紀にフランス人がいた形跡は今も見ることができます。例えば日本で最も古い全鋳鉄製の橋である三子端鋳鉄橋があります。自然に囲まれてすごく綺麗な歴史的遺跡が現在でも残っています。さらに時計の針を戻すと、5世紀の茶すり山古墳のトップから朝来市が見えます。茶すり山古墳は直径約90メートルの非常に大きな円形の古墳です。朝来市のマスコットキャラクターチャスリの名前はチャスリ山古墳から来ています。そして現在に戻ると、朝来市では様々なイベントが楽しめます。私が8月に来てから参加したイベントをこれからご紹介します。朝来市は兵庫県のほぼ中央部に位置し、姫路、神戸、京都などの大きな都市から電車で1時間から3時間ほどの距離にあります。朝来市の名物は岩津ネギで、その季節に応じて岩津ネギを使用した料理、例えばたこ焼きやラーメンが楽しめます。もし自然を満喫したかったら、ぜひ朝来市に来てください。